私のサンタさんにお願いしたことは、お願いしたいことは、買い逃した推しのグッズです。推し始めた時期や金銭面の事情で買い逃したグッズたち、サンタさんお願いします。推しのグッズね、なんかこういうお手紙も結構多かったな、お便りもね。なんかさ、ふと見かけてしまったんだけど、うちが1周年記念の時に出したやたら横に長いあのスパークルのイラストのアクリルパネル、もうとにかく一番でかいサイズのアクリルパネルにしたんだけど、そう、それにアクリルパネルに直筆サインを入れたのね特典として。まあ、そんなこと今はできないんだけど、そのアクリルパネルがなんかね、8万円ぐらいで売ってたりとかしてて、うわーってなったな。すごいよね。かなりのプレ値がつく。へー。まあ転売っていうか、まあおそらくまあ3年前のことだから、まあ結局1周年の時にグッズ買ったとしても、なんかまあ見なくなったとか、他の子が好きになったとか、まあこのグッズなんかそこまでいるかなみたいな多分人は絶対に出てくると思うんだよね。まあこんだけ3年も経ってたらさ、そういう人がまあちょっと持ち込んでみたら、え、めっちゃ高く売れたみたいな感じだと思うんだよねまあでかいしなでかいんだよめっちゃ。まあそう、置けなくなったとかね。そう。まあでもこれからのねグッズもね絶対可愛いからね、ぜひぜひこれからのグッズ集めていってみてください。